stay here beside you in this moment. There's a future ahead of me, but the future can wait. I wish the time could stand. I wish the sun never goes down. There's a future ahead of us, but the future can wait. But the future can wait. One day we will look back and remember times like that. It will taste an even sweeter, but the past remains the past. But the past remains the past. あのね、口の中は持ってきます。あ、持ってかれる系ですか。うん、持ってかれます、ね。あんまりよくね。どれに持ってる人？どれ？どれ？言っちゃダメだって。
象的な美しさ。ちょっとどうしちゃった。おー見て、ここで来た、追ってくるの見えた。こうシューって来た。これはどっちだろう。せーの、あ、ムルチョ、あ、ムルチョ。これがトラウトです。あ、ムルトラウトです。すごい、シューってそこで追って、そこでパクってくる。I'm gonna roll, roll down the river now. And I ain't taking anybody back where it's all from. Cause where I'm headed to, I'm gone. Gonna roll, roll, roll down the river now. Ain't taking no but I know my place. Gonna head back to the heaven I think. Gonna find my place. I'm gonna find my place. By the golden face of Why they be jump up and down and make all the sound you want go crazy? Carnival's why we here a dance party. All the culture in one place. Always had a move up, we don't stop. Always had a move up, we don't stop. The music loud, we all jump in. Everybody feeling right. The girl waving, the man fretting. When the youngster a guy, the man not tell me. Howdy.
La 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 la埋まっちゃってるんですね。透明の板みたいな。あ、でも開いてるね。開いてない。開いてない。準備を開始してるの9時だ。残念。帰りだな。
帰り帰りもちょっと朝早いね。確かにそうっすね。帰りも危ないですね、これは。いいっすね。たまに来る分にはいいけど、これ住んでる方々は大変ですよね。絶対大変ですよ。すんませんみたいな。すんません。名前言いましょう。入るだけ違うね。揚げ芋と、はい、揚げ芋1本と、はい、豚串カツ、はい、ソースをおかけしますか。かけてください。はい、まずね、この、あ、取れちゃった。はあ、揚げ芋、え、芋を揚げてるんですか。丸々ってことですか。2つもこれは俺がこの学生の時、はい、20歳の時こう北海道一周した時から名物なんですよ、この揚げ芋。これこんなんです。美味しいです。ただ僕は食べれないので、これは日のち食べる。わかりました、ありがとうございます。ね、これ名物。北海道行ったらこれ食べないと。で、僕は豚串カツ。おお。これは僕は大丈夫です。うま、うま。これは取りたいじゃん。そう。みんなこれを求めてるんだろうっていう。うまそう。うま。ありがとうございます。うまい、おいしいね。ありがとうございます。地元の方からお礼を言われました。あ、どう？ドーナツみたいな感じ、ね、うまくない、うん、うまいでしょ。食レポしなさいよ。どういう具合か言いなさいよ。え、外サクサクなんですけど、こうドーナツみたいな生地がこう芋に割りついてる、うんうん、なるほど。芋を揚げてるだけかと思ったんですけど、そういうわけじゃないですか。まあドーナツ揚げっていう感じだよな、言ったらね。あ、美味しいです。美味しいでしょ。さあ、そっち雪深ですけど、すみません。出る、あ、出ると思います、多分。本来でしたら、あのシルバーのリモアの中じゃないですか。音がしないっす。車の音が、雪が結局吸収するんだよ。ここです。
こう。ちょっと曲がろうかな。え、釣り場がってことですか。うん、その左。あ、いるね、ほら。いる？あ、そのカード。あ、ほんとですね。あ、一人しかいない、すごいな。あ、でもあっちにもいる。あ、3人いる。ほら、奥に、ほら、立ち込んでる人と、なんか山の上歩いてる、他の上歩いてる人、他の対岸す、ほら、あそこあそこあそこ、左です、左。あー、すごい。でもほら、立ち込んでる人もいますよ。あそこどうやって行ったんや。あ、逆から行ったん。ここにさ、車止めてさ、そこで、はあ、そこ立ち込んでる。それか、あそこの橋桁のところから向こう側に降りて、で、向こうから回りに行っちゃう。渋いかも。で、まずダヴィンチさんの僕の好きなコンタクキャンドル、僕が世界一釣れるカード、奇想天外ナイル、それですね。やばいな、thank you.
線やばいな刺されてるみたいに痛いですか。やばい。いやこんなこれちょっと釣りできないね。今はちょっと待とう。多分さっきの感じだとまた振ったりやんだりだと思うんですけどね。なんで竿もこうブルブル浮いてるじゃん。いやこれとりあえず切りますか。それをん手袋を改造して、うん、やばかったなぁ。凍傷になっちゃうよ、あれ。ほんと。壊れてます。外。釣りとか。多いですね。たくさんじゃない。キューって。おい、おい、ウィーダーヒーグロめっちゃ水きれいでしょ。きれいですね。
そこが凍っちゃってるんですか。詰まってる。レベルワインダーの穴が。あ、カチカチになってここだって縦長の穴じゃないですか。そこがもう死んじゃってると。早いっすね、恐ろしく。んバッテリーの減りが恐ろしく早いっすね。もうジンバルのあれも一目だし、さっき変えたバッテリーも 46% っすもんね。はい、あの使用量が減ってるのよ。あ、もう寒すぎて。要は冷えると 20% 分使えなくなったんですよ。温めると元に戻る。
気の振りっぷりだね。その向きだとつまらないからいい。この向きもそうですね、ちょっと いい経験値にはなりましたね。逆から取れない風か、もうこれじゃないと無理です多分。風上にいる、風上から取れ、風上から風下へ取らないと。ちょっと私座ります。足がビリビリしてる。昨日も俺自転車2時間こいでさ。あ、そのジムで。そりゃあ、そりゃあ疲れますね。びっくりした。これもとビリビリみたいになってきたもん。神経かなんかっすね、もう筋肉。なんか、で、今日アクセルワークでしょ、あの、っていう。普段使わない繊細なインナーマッスルが疲労限界ですみたいな。ブレーキもこう、モールス信号。背中のように。やばいっすやばいっすって言ってる。これだいぶすごい枝だ。これもなかったらやばかったっすね。やばかったね。はい、持ってきてよかった。でもタオル結構最強でしょ。手拭い。実は。うん、そうですね。そのそうやってかけるやつ。そうですね。なんかね、透明のカバーとかもあるんだけど使えない。結局雪だったらこう水をチューって吸わないから、まあよっぽど大丈夫ですよね。雨だとこれが逆にぐっちょりになって。でも雨でも多少だったらいいですよ、ね。タオルです。あ、そうなんですか。あのカッパみたいなのがあるけど。結局これがいいんですね。後ろ、うわ、流氷さん。あ、これぐらい寒いってことっすね。後ろ音声拾ってんの。一応ピコピコあのインジケーター動いてます。流氷さんちょっと引っ掛けたい。流氷さんやらない。お、いいコースですね。いいコースです。あ、意外とつるっとくるんですね。かかりがないんですね。飛ばないね。感じなのにな。俺の足。なんかないかな、いい方法。我々寝てないし。2,3 時間しか寝てないですもん。頑張ったっしょ。まずは明日からやりますよ。なんで笑ってるの。面白いなと思って、この絵とこの状況が。いや面白いですね。おかしいから。いやだいぶ頑張ったと思いますよ。水津さんと一緒です。じゃあ生中と生小
躊躇します。はい、それでとりあえず、はい、お願いします。はい、いやー、お風呂しびれましたね。気を失いそうです。疲れ様です。いや、なかなかタフだったよね。確かに。しかし、あそこにさ、俺らが着いてからずっとあそこに立ち込んでる人は鬼だね。すごいよね。大丈夫か。大丈夫か。ひなこもお疲れ様。お疲れ様です。やっぱりロケいいでしょ。いいっすね。ロケ出れるよ。ロケ出ると残してきた鍋ちゃんがどうしてるかなって心配なんで、ね、一人でやってる鍋ちゃんと釣らなければ違う。あれぐらいのサイズ。いや、あれはでかすぎる。あれじゃん、光るやつ。あ、本当だ。ちょっとご紹介しようかしら。いいです、持ってきますけど。トキシンさんのオリアモグラですね。これクリアフォルダーですね。クリアファイルです。あ、クリアファイル、はい、すごい。購入します。お、皆様ね、ただいま、ここでしか買えないんですか。じゃないかな。こちらもね、揚げたてからございますので、どうぞお客様からさっきてください。これなんか絵なんですよね。まあまあ、いい作ですね。では、お疲れね。お疲れ様です。しみる。しみる。あのね、あ、五臓六腑ってやつだ、これは。あ、こう見て、わーってなる。ビールが。お、お待たせしました。すいません、失礼いたします。お疲れ様です。ご飯の日にしてもらいました。はい、何かしたらお手元にございます木のスプーンで軽く混ぜて召し上がってください。こちらはですね、取れたての焼き身サルフホタテカレーを。ありがとうございます。スープはこのホテルの裏手のサルフ村の草原牧場に絞りましたので、ホタテ尽くしでございます。こちらはホタテ刺身で、これはバター焼き、これは牛乳蒸し、牛乳ですか、というラインで、一番食べたいものです。すいません。ちょっと私取りましょうかね。ホタテカレー食べてる。なるほど。ね、皆さん初北海道で。ちょっと。いただきます。いただきます。いいですか。いいよ。はい、いつもこれ水井さん食べてる。絶対食べます。まろやかだろ。うまっ。うん、ホタテ食った？ホタテ食います。あー、うん、あー、このプリプリ感は
腹立つ腹立つ。いや北海道のホタテ違うっすね。腹立つ。うまいっしょ。ありがとうございます。言ったじゃん、だからそう。でも僕もこの鍋が好きなんで、グツ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 できます。今そのとこですかね。サルグツといえばですね、サマーさんです。あの伊藤を守るか、伊藤を守るか、サルフツ伊藤の会です、ね、サルフツ伊藤にも所属してますし、自分で優勝をやられてますので、伊藤クラブです、はい、なんか伊藤大事にしながら伊藤クラブを僕も何回も言ってますけど、佐川さんなしでは成り立たないみたいになっていて、どういう風ですかっていつも聞いて釣りに行ってたんです。で、僕冬のサルフ作るの初めてで、はい、来てみたくて、はい、で、その中で竿を送りたいなと思って来てて、ロマンがあるじゃないですか。そうですね、またちょっと夏というか、あのシーズンとは違う、ね、雪の中に人を釣れたら最高だな。で、また結氷する前に、はい、でかいベイトを食う話を聞いてたのが、はい、なかなか人間が大変で、そうですね、あのこの時期はさすがに条件的に人の心の方が先に向いてしまう。そう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 今日僕は足痙攣しちゃって、はい、あ、もうダメだ、日没まで20分ぐらいだったから切り上げたり、もう足もビリビリして、はい、いやこれだともう俺ウェーダーでそのまま立ち込んでたから倒れたらまずいなと思って上がったもん。何で俺は言ってきた。なるほどなと思って、うん、どうなのかな。まあ悪くはない、悪くっていうことです。釣れてないっていうことはあんまり釣れる可能性が高まった。あ、釣れてたんですよ、赤いその時期が過ぎて。まあ確かに、どこはねぐらいの実はちょっと話じゃないです、うん、確かに今釣れてますよっていう時が来た時も終わってる可能性が、だいたいそうですもんね。間違いない、まあ、本当釣れてるっていうことは一回も。はい、今ね、ジム通いしてるってみんな知ってると思いますか。あらゆるものが美味しいですよ、ね、好きなように食べてる時よりも食べ物にありがたみを感じるような新鮮でいいんですよ。その代わり苦しい時もありますけどね、コンビニ行って食うもんないもんね。なんもないけど相当選んでましたもんね。もうここお魚のお刺身じゃないですね。明日晩飯違うとこ行ったらいいかもしれないね。稚内市内しない、稚内市内行こう。さあちょっと早い行くべきやな。日没は早くてさ、はい、4時前にも暗くなっちゃうんです。そうですね、市内に1時間ぐらいかかるんですけど、でもいいかもしれない。1時間かかるんです。結構遠い、離れてますね。うん、何キロぐらい、30キロぐらい。あ、結構すっちゃう。30キロっていうか八王子から吉祥寺ぐらい。結構って言ってもこれ見てる人分かんないですね。ローカルな話題です。
です。まあ、みんながアナウンスに来ると来る魚市場ですね。カルネも売ってますけど、カルネって肉ですね。はははははがあって、でいきなりこうもうアマゾン川があると。でこの並んでる船は客船で、このままいろんな町に行く。ほで今もう乗り始めてる船もいますね。この船見てもらうと分かるけど、もうハンモック釣って自分の場所取ってますので。目が釣られてるのが見えますか？本当は見えますか？はい、寝場所を確保して、まあ、大体あそこにずっといる感じなんですけど。なるほど。で、いやいやいや、見た感じ水がだいぶ減ってるので、だいぶいいかな。なるほど。まあ、こう下の方でこうやって構えてやってたら、言われて僕写真撮ったら何でも言われたんですよ。あ、本当ですか？顔にこうやって近づけすぎたりしなければ。Thank you.
あーもうないですね。ヒロアルトとかよくチェックハイム行ったりするんですよ。ソーセージみたいですね。回しました。はい、ここはですね、僕がマナウスに来る目的はこれだって言ってもいい、こう生フルーツジュース屋さんです。で、僕も7年前にてるちゃんに連れてきてもらって感動したフルーツジュース屋さんなんですよ。で、僕が連れてきた時は必ずここにみんなを連れてくる。確かにうまいですね。で、ブラジルは僕はご飯おいしくないおいしくないって言うんですけど、フルーツは世界一です。どんなもの？フルーツはもう世界一です。で、ちなみにこれは食べれば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 ね、食べればね、食べればね、食べればね、これなんすか？これね、健康にいいです。色がすごいですね。これちょっと後で飲んでください。うわ、すごい色。飲んだらなんか穀物ジュースみたいな感じ。へえ。これアサイ。これ日本でも今アサイジュース屋さんってあって、ね、健康志向っていうことで流行ってますね。なるほど。で、あそこにメニューがあって、メニュー見てください。スープをナチュラルやってるんですよ。はいはいはい、ナチュラルジュースっていう、スープがジュースなんです。なるほどね。で、ここはメルカードダウンタウンの市場のそばにあるので、まあ、マナウスで市場にみんな来ると思うんですけど、このジュース屋さんも寄ってみてください。探せば近くに、すぐ近くにあります。ここはいいですね。おすすめです。必ず寄ると思う。何にも似てないですよね、これ。見た目はなんかオレンジっぽいですけど、オレンジでは全然ないですね。で、最初僕も連れてきてもらってこれを渡された時に、ちょっと多いでしょって思ってたけど、飲んじゃうんですよ。飲んじゃうよね、これ。いや、もうグビグビいっちゃいますよ、これ。いやいいっすね。来てみてください。はい、もうマナウス来た目的はもう終わったと言ってももう帰ってもいいっていう。いやー、じゃあ僕もじゃあ続きいただきます。はい、次を飲んでください。はい、ありがとうございます。はい、おはようございます、ミスブスです。マナウス13日ですね。で、隣にいる方はかの有名なネルソン中村です。おはようございます。久しぶりですね。久しぶりです。1年ぶりじゃないですね、2年ぶりぐらいですね。あ、僕も1年1年でしたっけ。1年ぶりですね。あ、一番は息子さんと、まあ、2年ね。そうそう、去年会ってないですもんね。そうで、ね、またネルソンさんに誘っていただいての、今回はマルセロス駅ですね。そうね、はい。なんか連れてる、はい、そう、今年で水が少なくて、はい、とても入れたい。よかったです。はい、それも知らないですからね。はい、はい、よろしくお願いします。またこう、たびたびネルソンさんに登場していただいて、いろんな解説をしてもらおうかなと思っているので、よろしくお願いします。お願いします。準備してください。よろしくお願いします。はい、一体何歳です？お父さんがね、北海道までだからね、あ、じゃあ12歳の時にブラジルに行ったね。そしてお母さんはもうブラジル生まれで、2世か3世かね。まあまあ、2世か3世で、まあ、ネゾさんの世代生まれですよね。その下のヘナンとかの世代って喋れる子は少ないでしょ。少ない、本当少ない。もうヘナンさんもイタリア人でしょ、の時期ね。だからうちでもお話ほとんどしないでしょ、日本人。だからもう子供は多くもできないですよね。お願いします。あ、大変でしたね。いや、荷物なしです。マジっすか？荷物出てこなかったね。なくついに結局出てこなかったですか？うわー、僕らは3話なしです。まさかの3話なしです。
まあでもネルソンとかからもうお土産の竿を買うつもりだったんで、なるほど、使って、まあその回前向き。あのもうお土産に買うつもりだったんです。そうなの、はい、あれ知っててあの竿の存在を。そうそうそう、だからあの結構あの YouTube とか出てたから、はいはいはい、前の野尾さんとかあのゆうすけさんとりあえずお土産欲しいって言ってたんで、もともと買うつもりだったんです。マジで、はい、で彼らも自分たちも使うし、うん、お土産にも使いたいからつって買うって言ってたんですよ。もうそれで用意してもらってたんで。あ、そうだった、はい、だからないことない、竿。あー、そっか、それならね、クロックスだけでも買ってくればよかった。今日、ゾウリも見つからなかった。サンダルしか見つからない。買い物行ったそう、探してたもん。あー、言ってくれたから昨日買ったけどな。スカッ2-0-3。ただ明日の5時ぐらいからご飯食べる。ああ5時、5時過ぎか。で、6時半に食べるの。じゃあ6時半にここに来て食べて、7時半にここから出発。7時半出発に。だって。わかりました。7時半出発。7時半出発。はい。で、5時過ぎからご飯は食べれるそうです。はい。あ、いいよ。大丈夫。温めたい。はい。はい。まあ、今回、この枠に、まあ本当は7人なんですけど、1人いつもいないんで、6人いつもいない、はい、でこれからどういう動きに乗ってるかちょっと分かんないですけど、おそらくアズールでしょ。尻尾が緑で、あ、あれかマップじゃない、マップだ、マップ。僕も知らない、あれだ、あれだ、あのグリーンの尻尾、あれ見えてますね。あ、紹介してないんで、そのカメラでいいかな。で、音声レベル出てるんですか。あ、出てます、出てます。あ、撮れてますね。撮れてる。まあ、こう狭いこういう廊下ですね。はい。まあ、普通こういうお部屋です。ね。岡本さんと坂野くんのお部屋で、もうちっちゃかめてますね。生活感がすごいですね。まあこういう2段ベッドで、でこうエアコンもこうついてますね。はい。で、まあここね、最初みんなトイレしかないじゃんって思うんですけど、あのシャワーが併設して、これシャワーなんですよね。シャワーですね。でトイレの水もシャワーの水も水道も、電動ポンプで川の水を、そうそうですね、結構びっくりで、はい、これ出してみましょう、はい、だからよく見るのがどうか、色がトイレの水を置くのか、トイレの水がトイレの映像、僕は最初ね知らないと、あれ誰か流してないじゃんって思っちゃったよ。汚い映像に見えますけど、汚くない。それもネグロの川の色なんで、凍っちゃったり、はいはいはい、だポイントとしては気をつけなきゃいけないのは、常に水が冷たいっていうことなんで、シャワーを浴びるときは風邪ひかないように、歯磨きなどをするときはその水を飲まないようにする方が、まあ飲んでも目黒の川の水はきれいなんで大丈夫なんだけどね。そのためにあのミネラルウォーターが用意してあって、それで口をゆすぐっていうことなんですよね。最初ってね、分かんないですよ。で僕も途中で気づいて教えてもらった。おはようございます。続いて教えてもらったっていう感じですね。そうなんですよね、これ必要なんですよね、これ。はい、でね、これまでいくつかのホテルボートを経験してますけど、ここまあ広い方です。もっと狭いところがあります。このベッドの幅がこれぐらいのところがあります。それ狭いですね。狭い狭い。でもこういう乾燥したところ、涼しいところで寝れるだけいいです。うーん、はい、で今回僕初めて一
一人部屋に泊らせてもらってます。あ、そっか、一人部屋ですよね、そういうのは。僕はすごく広く見てます。こんな感じです。すいません、寝かせた。おお、こんな感じですね。ボスの部屋は違うな。初めて、初めてこういう部屋。これすごいですね、本当にしっかりしますね。ただもっとすごい部屋を見たことがあります。え、そうなんですか。全然違う、もうホテル並みの部屋を見たことがあります。なるほど、はい、見ただけですけどね。それ見学しに行って、うわ何この部屋。へえ、はい、部屋の感じはこんな感じです。だから荷物が少ない方がやっぱりこのホテルボートの釣りにおいても楽ですね。荷物たくさん持ってきてたら大変ですからね。僕これでも多めなんですよ。確かにこんな感じです。これ窓ですか、この3つ。これ窓がついてますね。いや、すごいですね、これ。窓付き。窓付きでも。おはようございます。おはようございます。はい。じゃあちょっと戻りましょう。それで、今朝ね、5時半前ですけど、おはようございます。おはようございます。男たちが筋肉を変えながら、ね、おそらく筋肉を変えながら、俺また一緒に変わってるから、で、朝ごはんを全然ね、朝ごはんを食べて、だいたい6時間後ぐらい出世する。出世する。出世じゃないんだね。出世ね。出世する。出世しましょうよ。あ、乳首出さないです。YouTube。なるほど。YouTube。そことか編集でチラチラチラッと。はい、お願いします。これお願いします。これを。押しマークを。あんま揃ってる？いや、まだ。ゆんちゃんが、ゆんちゃんがちょっと現地ガイドチームを取るか。ゆんちゃんがまだ昨日、割ってると。この後ね、出演する様子とか、もう慌ただしくね、出演する様子っていうのはまたね、またそれはいい感じなんですよ。みんながこう準備をして、竿を持って、アルミボートで一線ずつとかで、ね、わーバーって、その様子がね、また見せられる。
ました。どう、じゃあ、あ、かわいい。おー、リリース、幸先いいですね。なんかサッカーピシャピシャやってますね。世界は案外ちぼけなもんね。踏み出すたび、あ、もうここはいいって。誰一人として感じるものか、根本の部分で異なってるんだ。その中で分かち合って、つなぎ合わせて生まれてくる小さな光を灯すためのランプは、今か今かと街は見ていて、光をその光を僕の中に今すぐ染め込んで、君の前を遮る汚れ上がるほど釣れるという不思議な魚です。で、大体こう言われてるのは水温が35度ぐらいになるとよく釣れるって言われていて、真っ昼間にでかいのが釣れたりすることが多いですね。今投げてるのが上空に奥の釣った天気ですね。で、今回僕は釣り竿を忘れてしまったんで、こう釣り物ばっかりで釣りしますけど、まあ、それなりに魚釣れましたけど、やっぱりこれ使い慣れてる竿、あと自分にとって使いやすい竿をやっぱり持ってこないといい釣りはできないですね。これわー綺麗、すごい。寄生するんですか。あ、なんて寄生するんですか。寄生する。知らんかった。自分で根を張らないですか。知らなかった。別の他の木から養分ついてる。なるほど。うわー、ここはちょっと後でちゃんと取りたいな。すごい。ちょっとしゃがんだりとか、はい、あと倒したり、座席倒してみましょう。あと引っかかって落ちるものがないか、はい、引っかかってまた落ちるのか。なかなかいい映画撮れてる。これ結構すごいですよ。
わお。よいしょ。わお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 。回せって。すげえ。すごいっすね。もちろん。ただこれラーゴン出る。ほう。こっちっすか。これ。行くねガンガン行きやすね。いるでしょ。いますね。回ってますよ。強っ強っ。
すごい綺麗。
trails of time-lapse people, the rush of sight and sound, each a spark to flash and fade out, making moments out of hours. In a slow stop motion corner, a cut of stillness through the scene, a couple figures out of focus, sharing silence over tea. The image becomes sharper as the camera closes in. We sit beside each other and hardly say a thing.
15度から10 20度ぐらいなんですけど、前日まで暑かったので相対的に寒く感じる。で、キングサーモンは111センチ。ナオさん110でしたっけ？110です。あ、じゃあ111、110っていうのが今のところビッグサイズで、あとまあ1メーター前後のがポロッとするんで、で1本釣った人、2本釣った人がいて、僕は2本釣ってるんだけど、ちっちゃいのが1本と90ちょいぐらいのが1本っていう。でまだオスを僕は釣ってないんで、オスを釣ってるみたいなっていうことで頑張る。で割とねこう歩いたりとか足場の悪いところにいるだけでも疲れるし、風がね昨日はね35メーター前後ぐらい吹いたんですよね。もう台風並みですね。でその風の中立ってるだけでも疲れるし、キャストでも疲れると。で風が吹くとキャスト辛いですよね、ナオさんね。辛すぎます。辛すぎますね。辛い。ねえ。無理。で、それで疲れちゃいますよね。神経も疲れますもんね。うん。あの、立ってるのもしんどいんですよ、それは。ああ、はい。で、みんなこう、疲れてる中、割と、自分の体に少し、まあ、めちゃめちゃ疲れてるっていうところまではいけないと思うんですけど、ムチを振るって、やってるっていう感じです。まあ遊びを真剣にやってるっていう感じではあります。でこんないい場所にいるからみんなこういう時は無理しても頑張ってもいいな、精神力も、ね、良い長官になってるんですけど、皆さん頑張りましょう。頑張ります。やん。ごめんなさい、ケンさんの方だ。いや、いいよ。タモいらんぐらい。タモいる。ああ、メスや。なんか似たようなサイズやな。いや、メスでしょ。
でかいわ。でかいっすね。でかめすや。はよさおかべや。時計屋さんとかハンバーガー屋さんに行ったかな。ちょっと出かけてきました。気温がね、向こうは7度でこっちが34度あるんで27度違いますね。グラシアス。Okay. Yeah, thank you. Yep. アイスコーヒーウェイズミルク。コーヒー牛乳。カフェラテ、アイスカフェラテみたいなのかな。うん、ちょっと薄いね。まあでも、もうパタゴニアの撮影で汗かいてね、最後にしようと思ったんですけど、ユーチューバーっぽくまた撮りたくなるという。ホテルはね、結構いいホテルを取って、それでもいくらだったかな、僕にしては頑張って取って、結構豪華です。もうなんかまるで宮殿のようなホテルで、おそらくブエノスアイレスも5本の指に入るようなホテルみたいで、なんかすごいですね、サービス。球児みたいな人がたくさんいて、もうあれこれ世話を焼いてくれる。慣れないですね、そこまで攻めに。まあ、パタゴニアの釣りの話はだいぶしたんですけど、キングサーモンでも、ピーコックでも、あとなんでしょうね、対面でも、いろんな魚に言えることですけど、ずっと投げられるかどうか、で自分の引き出しをどれだけ持っているかどうかに尽きるかなとは思うんですよ。で引き出しは僕は人より多いと思うんですけど、でもピクニックに溺れることなくっていうのが僕の信条で、テクニックがあるわけではないんだけど、テクニックは知っていろいろ知っているので、要は何が言いたいかっていうと、まあ、その場所に行ってみて柔軟に対応するっていうことですね、魚釣りでいう。
で釣れなくてももし誰かに釣れても自分の思うように釣りができなくても腐らないんですよね。そのまま風が強いルアーをちゃんと動かせられない、ルアーが飛ばない、魚の当たりもないっていうのも全部ひっくるめて、まあよく言いますけどね、全部楽しんでしまえば釣れないのも面白いって思えるようになったらいいなって僕は思ってて、もちろんね、大きい魚を釣りたいっていうのも当然あるんだけれども、でも昔ほどではなくなっていて、誰かに釣れたらそれで嬉しいなって思えるようになったっていうのが大きいかな。で、自分にも魚をっていう気持ちもどうでしょうね、実はそんなにないかもしれないですね。あとは、こういう世界旅に出れるっていうだけで幸せなので、ね、魚釣りやっていて、それがきっかけになって出かけられたから、魚を釣り上げるっていうことだけが魚釣りではなくて、釣れないのも魚釣りだし、全ての行動が活動魚釣りですね。キャストする、巻く、糸を吸うとかね、ルアーを選ぶっていうのが全てが魚釣りなんで、それをひっくり返って、ただ魚を釣るっていうことだけに集中しない方が幸せになれるかなっていうのが僕の経験ですね。でちょっと竿を置いて仲間の釣りを見てるだけでも楽しいし、そうなるのにまあちょっと時間はかかったかもしれない。そうなると一日が楽しいです。こうやってね街に戻ってくると、ほとんどの人は魚釣りをしないわけで、魚釣りを知ってる自分たちは幸せなんじゃないかな。まあもちろん魚釣りを知らない人は他のアウトドアの遊びとか違うね趣味を持っていて、それぞれ楽しい思いをしてると思うんですけど、魚釣りが好きなら魚を釣るだけじゃなくて他の魅力にも気づくといいかなとしみじみ思いますね。こうやって一人になって街でお茶を飲むと こうやってお茶飲みながら7日間の釣りのいろんな場面を思い出しながら、それは魚を釣っただけじゃなくて、ね、いろんな出来事があるので、そういう思い出ができるんですね。面白いことですよ。ということで明日お昼の便でスイスチューリヒに向かって、そこから成田に行きます。日本に帰ったらこの動画を編集したいと思います。楽しみ。釣れてる動画もあるので、魚かかったあとキャストしてルアーリトリーブしてかかったっていうムービーも、これね貴重な動画になると思うんですけど、それもまあ見せてるから、これ今ラストでラストシーンとしても貴重だと思う。もう一回見返してくださいそういうことでまた見てくれたらありがとうございます。水口でした。
Sicherheitsgründen sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, immer wenn Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben oder das entsprechende Leuchtzeichen eingeschaltet ist. Bitte öffnen Sie auch die Gepäckkappe, um sich nicht dagegen zu wehren. Headed the right direction, I walked through the fields of might. I thought I'd find a shelter in you, a perfect sky. Doors open, doors close, and my heart again.
Abandons me when nights died out. What can I do?
I could stay here beside you in this moment. There's a future ahead of me, but the future can wait. I wish the time could stand. I wish the sun never goes down. There's a future ahead of us, but the future can wait. But the future can wait. One day we will look back and remember times like that. It will taste an even sweeter, but the past remains the past. But the past remains the past. See the trails of time lapse. The rush of sight and sound, each a spark to flash and fade out, making moments out of hours. In a slow stop motion corner, a cut of stillness through the scene. A couple figures out of focus, sharing silence over tea. The image becomes sharper as the camera closes in. We sit beside each other and hardly say a thing.